花沢一郎は、日本の医師、医学者。医界は、生与に。君党は、随法、重光明。学位は、医学博士。国立精神、神経センター名誉総長。筑波大学教授、東京大学医学部教授、文部省学術国際局科学館、東京大学医学部附属病院院長、国立精神。 神経センター神経研究所所長、宮内庁長官官房公室委務主管、日本学術会議会長、国際医療福祉大学大学院教授、国際医療福祉大学大学院院長、学校法人沖縄科学技術大学院、大学学園理事、第一三協株式会社取締役などを歴任した。2008年6月10日、内閣総理大臣。 福田康夫と東京府出身の医師、医学者である。大脳規定核、小脳疾患の臨床、神経疾患の遺伝子解析、中枢神経系の神経活性物質の探索などの脳科学分野を専門とする。筑波大学、東京大学、国際医療福祉大学で教鞭をとった。また、国立精神、神経センターでは、 神経研究所の所長を務め、後に名誉総長の称号が贈られた。文部省学術国際局の科学館や、宮内庁長官官房の公室医務主管などを兼任し、日本学術会議会長にも就任した。また、沖縄科学技術大学院大学を運営する、学校法人の理事を務め、高知県立大学や高知短期大学を運営する、 公立大学法人においても理事となった。東京都出身、東京都立日比谷高等学校を経て、1967年に東京大学医学部医学科卒業後、東京大学医学部に残り、神経内科の内勤研修医を経て、1974年にイギリスへ渡り、ケンブリッジ大学薬理学教室客員研究員を務める。 1974年9月、東京大学医学博士。論文の題は、人国室内におけるガンマアミノラク酸の微細分布に関する研究。2007年1月25日、内閣府特命担当大臣、山本さなえと2007年5月30日、国土交通大臣、冬芝鉄蔵と1976年に帰国した後に、 筑波大学臨床医学系神経内科講師に就任、神経医学研究に携わる。1979年に助教授、1990年に教授へ昇格している。1991年に東京大学医学部の兼神経内科教授となり、1996年には東京大学教授現職のまま社団法人日本。 内科学会理事長及び文部省学術国際局科学官を務める。1997年4月から1999年3月まで東京大学附属病院院長を務めた後、2002年3月に東京大学を定年退官同年4月より国立精神神経センター神経研究所所長及び区内庁。 長官官房公室医務主管に就任。同年5月社団法人日本新系学会理事長に就任。また2006年に日本学術会議会長及び内閣府総合科学技術会議表議員に就任。2007年から国際医療福祉大学大学院副大学院長教授。2011年から国際医療福祉大学大学院大学院長教授。 また2007年から、独立行政法人沖縄科学技術、研究基盤整備機構運営委員を務め、大学設立に伴い2011年が校法人沖縄科学技術、大学院大学学園理事に就任。宮内庁公室委務主幹、国立精神、神経センター名誉総長、日本学術会議会長及び、国際医療福祉大学大学院教授並びに、 国際医療福祉大学大学院長を務めた。2011年日本学術会議会長退任。2012年6月1日公室追務主管医官退官。後任は、元東京大学医学部附属病院副院長の長和光一。区内庁自住職御用係に就任。2012年から第一三協株式会社取締役。 2013年11月、随法、重光明を受賞。文部科学省日本ユネスコ国内委員会委員、高知県公立大学法人理事、NPO 法人遺伝カウンセリングジャパン理事長、特定非営利活動法人脳の正規推進会議、副理事長なども務めた。2016年1月20日、水臓癌のため、東京都港区の病院で死去。 74歳没。没後に聖読みついのぶ。ありがとうございます。